こんにちは、ショーチャンネルのふこママです。このチャンネルでは自閉症の息子の幼児期から成人までの療育実践記録を発信していきます。今回は自閉症の息子は幼稚園で成長できないのか、週1回の母子見学で試してみたことをお話しします。就学まであと1年、二語文程度だけど言葉が出始めて真似をすることも少し始めた息子、同年代の子供の集団の中に入れてみたら真似をしながら成長するかもしれない、3歳児の頃に保育所に入れてみて失敗した経験があるのですが、幼稚園に通わせてみたいと思うようになりました。5歳になった息子は日常的な言葉を少し理解するようになり、指示に従えることもでき始めたので、同年齢の子供をお手本に成長するかもしれないと思ったんです。理解力が育ち始めたといってもわずかで、療育施設を退園して幼稚園に転園するまでの発達段階ではありませんでした。3歳の時に保育所に入れて失敗した経験があったので、幼稚園だけにする勇気もなかったし、入園の受け入れも無理だろうと思ったんです。そして思いついたのが、地域の幼稚園に週1回の母子通園をお願いしてみることでした。ダメ元でお願いしてみたんですが、私立の幼稚園だったので行政的な制約があり、幼稚園の判断だけでは受け入れることはできないという結果になりました。国の補助金で運営しているため、2箇所に籍を置くと二重に補助金を受け取ることになるのだそうです。期待していたのですが、諦めるしかないと思いました。ところが幼稚園から市役所に働きかけてくれて、行政の補助金に依存しない母子見学ということで、毎週土曜日に通わせてもらえるようになったんです。当時はまだ土曜日も半日だけ学校や幼稚園があった時代でした。母子見学なので私も常に一緒に行くことが条件です。自閉症の息子に幼稚園の環境を与えてみた結果、どうなったかというと、友達の真似をしてできることがあった、同級生の子供に息子を知ってもらえた、私が子供たちと仲良しになれた、お母さんたちに息子を知ってもらえた。一番印象に残ったのは秋の運動会でした。運動会に参加させてみないかとお誘いがあり、参加することになったんです。私が付き添わなければ大騒ぎになるだろうと思っていたんですが、お母さんは見ていてください、大丈夫だから、クラス担任の先生が彼を引き受けてくれたんです。そしてなんと先生に補助されながらですが、あまり目立つこともなくかけっこやダンスをすることができたんです。目立つことなくできたことは、集団の中で同じ行動ができたということで、息子にとってすごい成長だったんです。同時期に療育施設でも運動会があったんですが、息子はうろうろしながらわめいていたり、競技を理解してなくてできなかったりだったんです。幼稚園より簡単な競技がなぜできないんだろう。その理由はすぐに分かりました。幼稚園ではルールを守って競技をする園児たちのお手本がたくさんありました。でも療育施設の園児は全員が知的障害を持っていたので、お手本は先生だけで、子どもたちは自由気ままにうろうろしていたり泣いていたりで騒然としていたんです。与える環境次第で息子は成長できることを確信できた出来事でした。同じ小学校に行く子どもたちに息子を知ってもらえたのも大きな成果でした。
息子は校区の特殊学級、現在の特別支援学級に就学したんですが、幼稚園で一緒に過ごした子どもたちの中にはお世話好きな子もいて、彼を助けてくれました。同級生のお母さんたちに息子のことを知ってもらえたのも良かったです。翔くん仕事頑張ってるね、こないだ翔くんに会ったよ、などなど、お母さん方が今でも気にかけてくれています。就学前の1年間、地域の幼稚園で当たり前の環境を体験できたことは、息子の成長や周囲の理解を深めるために有意義なことでした。最後まで視聴してくださってありがとうございました。幼児期から成人するまでの自閉症の息子の療育実践記録を発信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。